二論運動公園二論教は台湾ウリン県の里。二論地区は、定市政権時代は、西田及び論世と共に、天教圏に帰属していた。1683年に、成長統治が開始されると諸羅県へと改名され、さらに諸羅県の行政範囲が広大であることから1722年には、コビケイ北に、消化圏を設置し重宝を管轄するようになった。この時に論は、 ロンセ及び、麦漁一帯と共に、布処林保と称されるようになり、昇華圏に帰属した。1887年1月、台湾全島の行政区域改革が実施され、台北府が設置され、台湾府は、台湾県、大鳥山形、久し春県、諸羅県及び、昇華圏を管轄する、ワイ島になった。布処林保も、布所東保と、布所西保に分割された。 1900年8月、清は台湾省を正式に設置し、流名殿を順備に任じた。台湾を台北、台湾及び台南の三府に分け、その下に11県三庁を設置した。ウリン県はこの時新設された県の一つであり、台湾府に属していた。ニロン地区はこの行政改革の影響を受けることなく、新末まで布所東ほど称されていた。 下関条約により、日本による統治が開始された1895年、核燃領県を合併して、海洋市市長が成立し、布所東ほも海洋市市長の管轄下に設置された。1898年には、行政区域の調整が行われた北台中、台南の三県と議論、台東、宝庫の三町が設置された。ウリン県では、登録、 北港の2弁務所が設置され、二論、論世一地区は、布書法として、北港弁務所の管轄となり。さらに1901年、台湾全島に20町が設置されると、布書法は、都六町の管轄となった。1910年には再び行政区域の調整が、行われ12町が設置された。都六町には、都六、どこ、西ら、北港、 加工湖のご市長が設置されか義市長の管轄に行われた。二論は、西田市長に帰属すると同時に、油社と論世に分割された。1920年、日本統治時代最後の大規模な行政区域調整が行われ、町が廃止され、州を市長に代わって軍が設置されることになった。台湾は、台北、新築、台中、台南、高尾のご州が設置され、 台南州のもとに新豊北門、新華、新英、深吉、東石、大林、北高、古美、と6の10軍が設置された。この時油尺は二論省と解消され、古美軍に帰属した。日本の敗戦により、中華民国により領有された台湾では、日本統治時代の五州三町を基礎に八県九省、葛塩に改革した。 同時に軍国と町省を合鎮と法を村里と法を隣と改めた。二論省は二論協と解消され、台南県小儀区に帰属することとなった。続いて1950年9月8日、台湾省全域での地方行政区調整が行われ、台湾省は五省かつ市16県が設置された。旧台南県は台南市と台南、かよし、うりんの3県に分割され、 二論教も、ウリンケンの管轄下に置かれ現在に至っている。ウリンケン二論教二論国民小学。ありがとうございます。